北朝鮮官営朝鮮中央通信は14日、南北が前日に阪門店で閣僚級会談を開き、9月中に平壌で首脳会談を行うことに合意したと報道した。中央通信はこの日、歴史的な阪門店宣言の履行状況を点検するため、第2次南北閣僚級会談が13日、 半門店の我々がは地域統一核で行われたと明らかにした。また、会談で双方は半門店宣言の履行状況を確認し、より積極的に実践するための問題などを真剣に協議したと伝えた。合わせて、会談ではまた、北南首脳対面と会談を9月中に平壌で行うことで合意したと強調した。